トマス・キャンピオン、またはトーマス・カンピオンは、イングランドルネサンス音楽の作曲家、詩人、内科医、殺人者。ジョン・ダウランドと並び称されたリュート歌曲の作詞家、作曲家であった。ケンブリッジ大学、ピーターハウス校に学ぶが、学位を取得せずに中退し、1586年にグレイズインで法学を学ぶも、出廷経験のないまま1595年に卒業する。1605年2月10日にカーン大学で医学の学位を取得する。1591年に詩人として最初の詩集を出版。1613年のバンカソングズ・オブ・モーニング、ビウェーリング・ザ・アンタイムリー・デス・オブ・プリンス・ヘンリーは、ジョン・コプラリオによって曲付けされた。数多くの詩集の他に、詩学論、英語詩芸術論 Observations in the Art of English Poesie も上梓し、詩作における韻律の実践について論評している。キャンピオンは100曲以上のリュート歌曲を作曲した。これらは1601年のエアー集 Books of Airs において出版されたほか、さらに1610年代の4冊の曲集でも発表された。1607年に上演されたヘイズ卿と花嫁を祝する仮面劇The Lord Hay's Masqueなどのマスクも多数発表しており、サマセットの仮面劇サマーセットマスクは1613年に初演された。リュート歌曲の多くは、淑女たちには用はない、I care not for these ladies などの叙情詩に曲付けされたものが多いが、一方で中には、美しい人よ、貴女がそんなに欲しがるのなら、ビューティー、シンスユーソーマッチデザイアーのような、卑猥な歌詞を持つものも見られる。1615年に出版された、音楽理論書、四性大体法の新たな方法、A New Way of Making Faule, Parts in Counterpoint by, A Most Familiar and Infallible Rule は、1660年になっても版を重ねるほど評価が高かった。キャンピオンは、1613年9月の、トマス・オーバーベリー卿の暗殺に連座したが、いやいやながら、判事を買収したことが明らかにされているように、結局は無罪放免を勝ち取った。センチフスのために、ロンドンで逝去。ありがとうございます。